ウシマドオリーブ園は、岡山県瀬戸内市ウシマド町にある植物園。日本オリーブ株式会社が運営している。敷地面積は、約10ヘクタール。オリーブの成り木約2000本を栽培しており、小豆島オリーブ園と並び、日本最大規模を誇る。主要栽培品種は、ネバディロブランコミッションマンザニロルカあるべきななど。ウシマドオリーブ園のオリーブは主に食用。 化粧用として使用されている。瀬戸内市の特産であるとともに、オリーブ園から見える、その美しい景観から、観光名所でもある。特に、牛窓オリーブ園山頂広場からの眺望は、日本のエーゲ海と呼ばれる。毎年10月第4土曜日に、牛窓オリーブ収穫祭が行われる。オリーブの収穫体験、作油実演やテイスティング、大鍋パエリアなど、 オリーブ料理などオリーブに関する催しが行われ、入場は無料。2020年は第27回だったが、新型コロナウイルス感染症による社会情勢に配慮され、開催中止となり、動画配信イベントとなった。オリーブ園内では、オリーブ製品を買うことができる。牛窓オリーブ園産のオリーブを使用した、エキストラバージンオリーブオイルは2種ある。 ニューヨーク国際オリーブオイルコンテスト2021では、エキストラバージンオリーブオイル、牛窓スペリオル、エキストラバージンオリーブオイル牛窓とも、金賞を受賞。2018年3月24日に、牛窓公一帯は、港オアシスの登録をしていて、当園は、港オアシス牛窓を構成する施設の一である。岡山有数の商人だった、服部和一郎は、オリーブは、 栄養が良く、薬用にもなり、糖化にもなり、自然も守ると考えた。太平洋戦争中の1942年、ハットリが牛窓の丘陵地に作ったオリーブ畑が今日の牛窓オリーブ園の始まりと考えられている。第二次世界大戦中、軍部から食料増産のために所有する山林を畑に開墾するよ要請があった。 その要請に、服部トリカは山をすべて畑にすると緑が失われると憂い、開墾した一部にオリーブの栽培を考えた。オリーブは香川県の小豆島で栽培されており、牛窓でも可能だと確信した。1942年、瀬戸内を見下ろす阿弥陀さんの松林を開墾し、小豆島から約30本の苗木を植え、やがて800本までに増やした。 創業100年企業の経営理念、イリノカズオより、ウシマドオリーブ園内の幸福の金は、会社創立50周年を記念して設置されたもの。1984年より、ジャパンウシマド国際芸術祭が行われ、ウシマドオリーブ園は、主会場となった。事業資金のほとんどは、ウシマドオリーブ園創始者、服部和一郎の長男である、服部ト夫の個人資金で運営された。 画家の佐竹徳は、オリーブ園内にアトリエを構えており、1959年から約40年間にわたって、牛窓オリーブ園の絵を描き続けた。牛窓町がエリアとして、恋人の聖地に認定され、2012年8月1日に、認定プレートが牛窓オリーブ園内に設置された。ありがとうございます。